呼ばれて、当初は3時間から4時間の手術で、終わってみたら9時間かかって、もう今でも忘れもしないんですけど、手術終わって夜中だったんですけど、おじさん来てくれて、で、麻痺残りますって。傷口を洗浄したら、もういろんなものが切れていて、顕微鏡レベル その手術をしたんだけども、つなげない神経もさ、僕、仕事もそうなんですけど、ドラムもやってるんですよっていう話をすごい言ってて、で会社の方とかも、お前、仕事もあれだけど、ドラムなみたいな、音楽やってんのになみたいな、右手だべしかもって、そういう話とかもしてるのを聞いてて、おじさん、ドラムも仕事もできませんって言われて、最初、箸も持てません、字も書けないと思って、そういう風に言ったら。自分のためにお見舞いに来てくれて、戻ってこい、怪我に負けるなっていうような色紙をドラムのヘッドに書いて持ってきてくれたりとか、負けてられないすぐ切り替わりました。ドラムを肩で叩いたりとかして動画を上げていたんですけど、今バンドをやっぱり自分はやりたくて、でバンドで歌詞乗せて、でいろんな人に気持ちだったりとか生き様を伝えていきたいと。そのために背中から汗をかくようなリハビリや手術を超えてきました。